名称クオリアは日本の競争馬馬名の意味は冠名の名称と英語で感覚に伴う質感、脳の栄養を意味するクオリアである。競争馬としてのデビューは2007年12月8日、阪神競馬場の新馬戦。このレースでコロナグラフを抑えて一着となり初勝利を挙げる。重賞初挑戦となる。 ラジオニック系杯2歳ステイクスは3着と前線したものの続く、ひさらぎ賞は10着、ダートに戻った3歳500万下も4着に沈んだ。4月になり竹豊に乗り変わったムーニーバレーレーシングクラブ賞。距離が大きく伸びたこともあり差し切りがち。さらに中一周を挟んだ京都新聞杯は岩田光勢を背にゴール前の接戦を粘り切り重賞初勝利を飾った。 しかし迎えたダービーでは、後方ままブービーに終わっている。その後も神戸新聞杯17着、菊花賞12着、ステイヤーズステークス10着、日経新春杯6着、京都記念9着、中京記念5着、大阪、ハンブルクカップ10着と主に中長距離路線を走り続けたが勝つことができなかった。その後、久々のダーート戦となった7月のマリーンステークスでは、 中断で待機するも3コーナーで交代してしまい、ブービーの10着と大敗した。続く、関越ステークスではスタートから鼻に立ち逃げる展開となったが、最後の直線で2番手で追走していたシルククルセーダーに首差でかわされたものの2着と、抗争した。続く、アソステークスでも2着だった。その後、芝に戻り、京都大賞店に出走したが、 人気通りの10着と大敗した。ダートに戻り、トッパーズステークスでは、見せ場なく11着と大敗した。続く、ベテルギウスステークスでは2着と、構想したものの、シワスステークスでは12着に終わった。5歳となった2010年は、オールマステークスで復帰、先段追走も、直線で失速し12着と大敗した。連投で挑んだ。 友江賞では10番人気と低評価だったが、道中先段追走から直線で再打ちをつくと、逃げ粘る名称レガーロをゴール前で捉えて、解消2008年京都新聞杯以来の勝利を飾った。箱館記念では道中行為を追走したが直線で伸びきれず7着に、敗れたが、南北海道ステークスと札幌日経オープンでは、共に3着と、構想した。ダートに戻り、 ブラジルカップでは2番手で追走も直線で伸びきれず人気通りの6着に敗れた。続く福島記念では4着、中日新聞杯では道中中断追走も直線で失速し16着と大敗した。6歳となった2011年初戦の日経新春杯では先段追走も直線で失速し最下位の13着と大敗。その後、休養を挟んで、 五両角ステークスに出走、スタートから鼻に立ち逃げたが4着。ともえでは先段追走も、直線で伸びきれず5着。函館記念では4着と逃げ粘った。南北海道ステークスでは先行して3着と、合走した。札幌日経オープンでは、果敢に逃げて2着と粘り込んだ。休養を挟んで、ステイヤーズステークスに出走、道中中段追走も、 直線で伸びきれず6着。7歳となった2012年初戦の万葉ステークスでは、中段追走も伸びきれず9着。日経新春杯はスタートで出負けして、中段追走も最下位の12着と大敗。休養をサミみともえ賞は10着、函館記念は15着に終わった。札幌日経オープンでは先行して2着に粘った。続く単調ステークスで10着。 三ヶ月の休養を挟んで、ステイヤーズ・ステークスに出走したが、競争中に、右がいい関節脱臼を発症、予後不良となった。三代母ダンス・ウルファビュルは、アラジの母であり、五代母ネイティブ・パートナーから広がる、メス系には、ダンシングキーの一族や、鈴鹿マンボなど、多数の活躍場がいる。ありがとうございます。